皆さんこんにちは。僕はですね、今イギリスのロンドンユーストン駅に来ております。ロンドンにはですね、主要駅がいくつもあるんですよね。まあ、そのうちの一つがこのユーストン、寝台特急カレドニアンスリーパーとかがね発着する駅なんですが、本日はですねイギリスを出国します。で、まあ、このまま日本に帰るんではなくて、今からですね中東のヨルダンに向かいます。まあ、ヨルダンですね、イスラエルのすぐ横、イスラエルからもね陸路で入国できるような国ではあるんですが、まあ、今イスラエルはですね、まあ、戦争中ということでもちろん入国できないんですけども、ヨルダンに関してはね普通で観光で入国もできるし、まあ、外務省の、海外の状況を表すやつでも別にレベル1なんですよね。なので全然入国できるんですよ。なので、まあ、今回ちょっとヨルダンに寄ってからね、日本方面に向かおうかなということで、今からですねヨルダンの首都ですねアンマンに向かうことになってます。で、まあ、今回もですね、まあ、LCC を使って移動しようかなというふうに思ってるんですが、ウィズエアですね、まあ、こちらヨーロッパの LCC、まあ、ヨーロッパの LCC の代表的なやつでいくと、まあ、ライアンエアとかになってくると思うんですが、まあ、ウィズエアもねかなり有名どころの LCC でして、僕7月に実はイスラエル行ったじゃないですか。あの時はイタリアからイスラエルの、テルアビブまで向かったんですけども、あの時もね使ったウィズエア、今回もウィズエアにお世話になって、ヨルダンのねアンマンの方に向かうと考えています。で、ロンドンにはですね、ロンドンヒースロー空港をはじめ、まあ、大きな空港っていうのがいくつもあって、6個ぐらい空港あるのかな、あるんですが、今回はですね、ロンドンの中でも結構ね、この中心部から離れてる、だいたい40キロぐらい離れてるんですけども、ロンドンのルートン空港っていうところ、そちらからの出国になります。まあ、主に格安航空会社 EasyJet とか、今回利用する WizzAir とかね、LCC が発着する空港になるんですが、そちらの方に今から向かいます。で、今、ユーストン駅にいるんですが、まずはまずはですね、このユーストン駅から歩いてだいたい10分ぐらいで行けるんかな、セントパンクラス駅という、まあ、主要駅があるんですが、そちらの方に向かいます。で、そこからルートン空港に行くといったような流れで、タクシー使うとなんか1万円ぐらいするらしいんですよね。ちょっと高いなということで、鉄道を使ってね、空港の方に向かおうかなと考えております。ということで、今ユーストン駅にいるんで歩いてセントパンクラス駅に向かいます。着きました。ロンドンのセントパンクラス駅にございます。はい、本当立派っすよね、一つ一つの駅舎がね。隣がキングスクロス駅になっていまして、こちらからですね鉄道を使ってルートン空港に直接ね乗り入れるってことはできないんですけども、ルートンエアポートパークウェイという駅があるんで、そちらまでね鉄道を使って移動することになります。この、まあ、セントパンクラスからは乗り換えなしでねその駅までアクセスできるんで、まあ便利っちゃ便利ですよね。まあユーストン駅からも近いですし、もう隣がキングスクロスなんで、もういろんな主要駅があるんだけども、まあ、それぞれまあ割とギュッとねまとまってるって感じはします。治安悪いな。中入りましたが、かなりにぎわってますね。まあ、いろんな方面への列車が出るんですが、インターナショナルデパーチャーユーロスターですね。そっか、今回乗ることなかったけど、イギリスとフランスを結ぶ国際列車ユーロスター、まあ、ちょっと次回また乗りたいですね。はい、それもこのセントパンクラス駅から出発します。で、僕はこれではなくて普通の列車に乗るんで、タッチ決済使えるみたいなんですよね。なので切符買わずに行こうかな。だいたい20ポンド弱します、ここからルートン空港までね。3600円ぐらい結構高いっすよね。はい、まあ物価のこと考えるとまあしゃあないんだけどね。ここに書いてくれてる一番上、ルートンエアポートエクスプレスですね。これに今回乗ります。1番から4番です。もう間もなくクリスマスのシーズンですもんね。てかすごいな、この駅、大阪駅の巨大版って感じ。まだ JR 西日本の大阪駅ってね、ヨーロッパスタイルの駅をね作るっていうのがコンセプトだったと思うんだけど、だから僕好きなんですよね、大阪駅。めっちゃ立派だ。で、1番から4番でしょ。こっちか、いいのかね。初めて来るんでね、もう全然さっぱりよ。電光掲示板ですが、この中でルートンエアポートパークウェイ止まる列車に乗ればいいんで、10時50分までないのかな。おい、あ、そんなことない。いや、マジでこの10時50分ですね、一番早いのが。今何分だ、10時25分。うわ、25分もないのか。これ乗ることになります。いや、家から3つ目ですね。まだホームも分かんないんでしばらく待機です。まあ、イギリスもそうなんですが、発車直前までホームが分かんないんでね、皆さん電光掲示板の下で待機するのが一般的なんですよね。まあ、僕はもう一応タッチ決済で中入ってきました。なんかオンラインで事前にチケット買うと安くなったりするみたいなんで、
はい、ぜひあのちょっとでも安くって方はねそれ活用してください。僕あの今日買ったんですよ航空券もね。なのであのそういうオンラインで買う暇もなくって感じです。1から4番までホームがありまして、まだ僕が乗る予定の列車っていうのは多分来てないと思うので、まあ、しばらく待機ですね。まあ、こんな感じの列車が使われるみたい。右に止まってるのあれユーロスターですよ。フランスに向かう列車です。ドン付きの駅ですね。というわけで列車到着するまでねしばらく待ちます。今回空港まで利用するのがこちらになります。ルートンエアポートエクスプレスってそのまんまの名前がね付けられてるんで分かりやすいですね。これに乗ってだいたい 2,30 分で多分ルートンエアポートパークウェイには着くと思うんで、そこでねバスに乗り換えとなります。まあ、直接ね空港までロンドンの中心部から鉄道でね乗り入れたら便利なんですけども、残念ながらそういうわけにはいかないんですよね。多分ね利用するお客さんもかなり多いと思うんですが、両数も結構長いですし座席数もすごい多いです。2プラス3なんですね。5列掛け、足元が結構狭いですね。でボックスシートと座席回転とかさせれないんで逆向きシートとかってのもあったりして、まあ、この辺はね早いもん勝ちになるんで、まあ、いい席取りたいんだったら早めにって感じですね。2分前にはねドア閉まるみたいです。なので発車2分前3分前までにはねホームに着いておかないといけないですね。ゆっくりと走り出しました。車内はガラガラです。多分後ろの方はねかなり混んでると思うんですが、お、ユーロスターですね。かっこいいな、ユーロスター乗りたかったな。ユーロスターでフランスまで行ってフランスから出国でもね全然良かったな今思ったら。あ、そうすればよかったな。ちょっと後悔してます。はい、まあ、パリからも絶対にヨルダン行きはあると思うので立派ですね。セントパンクラス駅、窓は結構汚いですね。この EMR ってまあインターシティ都市間輸送に担う特急列車なんですけども、意外と速いんですよ。最高速度時速200キロとかで出せたりするみたいなんで、すごいですよね。天気いいな。ユーロスターの線路とは分かれます。すげえとこに落書きしてるよね。架線もねあって危ないと思うけど、めちゃめちゃ速いですね。今時速見てみたらね160キロぐらいで走ってます。すごっ、こんな街の中心部でこんなぶっ飛ばせるんだって思うぐらいですけど、まあ、40キロぐらい離れてるんでねそこそこの距離なんですけど、160キロで走っていくとあっという間ですよね。これ隣にも線路がねあるわけですが、まあ、EMR の線路と奥の日本は多分、まあ、この辺りのローカル線というか各駅に停まる列車が走る線なんですね。高速で駅を通過します。まあ、あっちの2つの線路とこっちの2つの線路運行会社違うんでね全く横走ってますけども、なので、まあ、例えるならあっこっすね、あの東海山陽本線の明石とかで JR の線路と山陽電車の線路並走するじゃないですか、まあ、あれと同じような感じです。だいたい20分ぐらいで到着しました。ルートンエアポートパークウェイですね。でここでシャトルバスに乗り換えてルートン空港に向かうという形、まあ、もしくはねあの2023年3月から、ルートンダートっていうだから鉄道がここからね空港まで走ってるみたいで、それでも行けるみたいです。とりあえず降ります。
この列車ここが終点ではないんでね、このまますぐに出発していきます。めっちゃ逆光だな全然洗ってないんだな、めちゃくちゃ埃かぶってるというか汚いですね。よし、では行きましょうか。どうしよう、バスでもいいんだけど、せっかくなら2023年3月にできた列車乗るかな、シャトル列車。あ、ちょっと逆光だけど、ちょっとウィズエアーが出てきていきました。なんか元々はね、ロンドン郊外の小さな空港だったみたいなんだけど、今は結構ね、LCC とかがいっぱい就航して、規模自体は大きくなったみたいですよ。あ、この人も出発か。見送りましょう。この列車はもう少し先まで進みます。なかなか発車しないですね。すげえ独特な音ですね。あ、そうそう、この駅なんですけども、オイスターカードはね、使えないんですよね。これ、日本でいうところのスイカみたいなカードなんですけども。なので、これ持ってる場合も、このルートン空港を使う場合は、チケット買うか、あとはクレカのタッチ決済、そういったのを使う必要があるんでね、注意してください。あちらの改札を出まして、バス乗るんだったらあそこ降りていくんだけど、今回ちょっと新しくできたルートンダートっていうシャトル列車使うと思うんで、こちらからさらに改札入っていきます。まあ、スタッフの方もいるしね、まあ、分かりやすい、誰でも分かると思う、トゥーエアポートって書いてるんで、もう書いてある、ね、方向に進むだけで OK なんで、はい、これもタッチ決済で乗れます。では列車来るまで待ちましょうか。だいたい4分ぐらいだそうです。列車2両とかなんで結構短いですね。で、利用者ほとんどの人が多分このルートンダート利用すると思うので、列車到着時間と重なると結構混むと思います。流線形の車両、おお、なんかスペーシア X とかに、ピノトリとかにちょっと雰囲気似てますね、この列車。はい、これで空港に向かいます。まあ、乗り心地はね、普通にいいですね。だいたい4分ぐらいで着くみたいです。あ、もう空港の管制塔が見えますわ。約4分でルートン空港に着きました。見てもらったら分かる通りね、無人運転ですからね、コンピューター制御されてます。よし、では行きましょうか。ターミナル自体は確か1つしかなかったと思うんで、その辺はシンプルでいいですね。もうヒースロー空港とかもね、いくつもターミナル分かれてて、結構1つずつ離れてたりするんで大変なんだけど。よし、では行きましょう。改札を出て目の前にルートン空港があります。ロンドンルートンエアポート LLA ですね。ザ LCC 空港って感じがして、もうすぐそこ飛行機止まってますからね。あれビズエアですね。今回乗る機材かどうかわかんないけど、はい、ターミナル一つで、でこっちに止まってるのがバスで、これがシャトルバスになって、バスは大体10分間隔でね、ルートン空港の、ごめんなさい、ルートンエアポートパークウェイ駅まで、ね、走ってるみたいです。はい、では。行きましょう。ターミナルの中に入りました。入るといきなり左側にスターバックスがありますね。で、リパーチャーは左なんだけど、とりあえずチェックインカウンターに寄らないといけないんで、ちょっとまずそちら向かいます。両替所もね、もちろんありまして、ウィズエアに関しては今回トリップドットコムで買ったんですが、まあ、旅行会社経由で買った場合でもアプリでね、アプリかウェブサイトでウェブチェックインっていうのをしなければなりません。空港でチェックイン手続きするとなると手数料取られるんですよね。なので、まあね、ホームページで公式サイトで買った場合であっても、旅行会社経由で買った場合であってもね、旅行会社で買ってもちゃんと予約番号っていうのが送られてくるんで、まあ、それをねウェブで入力してチェックイン作業が必要です。で、ここはイージージェットだから違うね。
ウィズエアは奥だ。で、僕は一応ウェブチェックインしたんだけど、ボーディングパスそこで発行できなくて、カウンター寄ってくれって書いてあったんで、ちょっとカウンター寄ります。今から行くヨルダンに関してはビザが必要なんですけど、日本人はね、短期滞在の場合はビザ無料で、確かアライバルビザで OK なんですよね。まあ、それの確認がもしかしたらあるのかもしれないですね。はい、ということで、ここがウィズエアのチェックインカウンター。あ、空いてて、あ、空いてない、空いて、まあ、これぐらいだったらすぐだね。ちょっとチェックイン手続きは終わってるんですけども、カウンター寄ってきます。まあ、今カウンター並んでるんですが、今回は一番安いプラン、ノンビズプライオリティってやつを選択してるんで、機内持ち込みは 40×30×20 の荷物1個ですね。いろいろとあるんですよ、料金プランがね。はい、で、座席指定はね、2000円で確かしてるはず。窓側を指定したんで、窓側で行けます。というわけで、特に何の確認もなくね、搭乗券出してもらいましたね。なんでだったんだろう。一応ね、ビザのこととか出国するときのやつ聞かれるのかなと思ったんですけど、そういったことも特に何も聞かれずって感じでしたね。はい、もう問題なく行けるんだったらいいです、これで。はい、で、ライトスケジュールがここにバーッと出てるんですが、今日乗るフライトが、13時55分発ですね。左の画面に出てますが、アンマン行きのウィズエアになります。ウィズエアとイージージェットばっかりですね。 W9569 便のアンマン行きに今回乗ります。はい、よし、では行こうか。片道2万ですからね、安いっすよね。5時間ぐらいのフライトなんで、そこそこ長いフライトになります。まあ、一応座席指定で窓側を押さえてるんで、まあ、景色とは見れるんでね、まあ、その辺は良かったかなと思います。ではイギリス出国しようかな。これ右ファーストトラックなんですけども、これね、8ポンドでこのファーストトラックの権利買うことができるみたい。だいたい1500円ぐらいかな。まあ時間あるんでね、普通に左から出国しますけどね。では出国して制限エリアの中に入ります。制限エリア外はまあ店ありますよ。バーガーキングとかスタバとかありますけど、まあ、中も多分あると思うし、プライオリティパス使うことができるラウンジもあったはずなんで、はい、もうイギリス出国しちゃいます。保安検査待ち時間ゼロでしたね。一瞬でした。よかった、ファストトラックの権利買わなくてね。はい、で、中入るとすぐにこんな感じでウォークスルータイプの免税店が並びます。まあ、絶対通るところの動線上にね、店を置くことによって購買意欲そそらせるってやつですね。まあ、化粧品とかアルコールとかね、いろいろ売ってます。今から行くヨルダンって結構酒税高いっすよね。はい、で、こんな感じで免税店超えると飲食店が連なりますね。はい、ラウンジがあったはずなんで行きたいんですけど、プライオリティパスもね、解約されますからね、楽天円から発行してる人にとっては。僕もそうなんですけども。あ、靴屋もあるな。よし、では行きましょうか。あ、ラウンジって書いてるわ。なんかすごいな、ショッピングモールみたいですね。服屋とかもあるよ、ボスだ。しかも面白い、この空港全然空港の中楽しめますよ。 LCC 空港って聞くとね、なんかストレス溜まりそうなイメージはありますけど、ストレスフリーの空港でしたね。待ち時間もほぼなかったし。はい、こんな感じです。本屋もありますね。プライオリティパスを使うことができるラウンジがこのアスパイアラウンジになります。上の階ですね。で、今下はベンチになってて、こんな感じです。ギュッとね、必要な店舗をまとめてるって感じなんで、コンパクトだけど店の種類とかめちゃくちゃ多くて、いい感じの空港ですね。ではラウンジ行きます。ラウンジの中入ったんですが、めちゃめちゃ混んでます。で、これらの食事無料ですね。マカロニとポテトサラダと、あと豆のスープとね、トマトスープ取ってきました。で、オレンジジュース、ソフトドリンクはね、無料なんですが、アルコールは有料になってます。で、他にもですね、追加料金払うとチーズバーガーとかね、こういった種類の食事ってのも、ね、いただくことができるみたいですね。全部がタダってわけではないです。なんかヨーロッパっぽいですよね、こういったところがね。アジアとかのね、プライオリティパスで入れるラウンジとかってすげえ大盤振る舞いしてるなっていつも思いますよ。うん、まあ、これ昼飯にします。激込みラウンジ出てきました。サウジアラビアじゃないわ、ヨルダンからね、出国する航空券とかもね、このラウンジの中で買いました。まあ、ヨルダン入国するときに多分求められると思うんでね。で、今回25番ゲートか GoTo ゲートになってるんで、もうそろそろ搭乗開始だと思います。ではゲート向かいます。
今放送でボーディングナウとか言ってたんで、もう多分すぐ乗れそうですね。まあ今回は座席指定もねしてるし、まあ自由席ではないんでね、まあ飛行機は別に急いで乗る必要はないですね。いい感じじゃないですか、こういう感じの雰囲気の空港僕結構好きっすね。今日乗る飛行機こちらですね、ボーディングブリッジっぽい作りではあるんですが、多分実際には置き止め、外から乗る感じになります。ウィズエアのエアバス A321 ネオかな、この大きさはね。こちらの飛行機でヨルダンのアンマンに連れて行ってもらいます。5時間のフライト時間、かなり長いですね。まあ、LCC なんでね、機内ドリンクとか機内食とかってのも全て有料ですし、モニターとかってのもないんで、もう事前にね動画とかダウンロードは済ませてます。よし、行こうか。荷物ね一つ持ち込み OK で、重さ制限は書いてないんだよね、親切だよね。大きさだけ決まりがあるんですけど、 40×30×20 ね。よし、では乗りましょう。 W95169 便のアンマン行きです。28度、暑っ。結構お客さん多いですね。さらに大きい飛行機見れました。優先搭乗とかも、ね、あるんで、高い運賃種別の人は早めに乗れます。まあ、LCC はね、機内持ち込みする人結構多いんで、上の荷物棚とかで結構取り合いになるんですよね。まあ、そういった意味では LCC って早めに機内入れた方が得みたいなところはありますね。で、乗客の雰囲気見てますけども、ヨルダンの人というよりかはヨーロッパ系の方がやっぱ多いな。まあ正直ね、すぐ隣の国では、まあ、戦争状態なわけなんですけども、結構ヨルダンに向かう旅行者と見られるような方は多いです。僕もそのうちの一人なんですけどもね。ゲート前でだいぶ待ったんですが、ようやく乗れます。特に何も聞かれなかったですね。いや、置き止めいいですね、こうやって下から写真撮れるし。あ、後ろからも乗れるんだ。僕今回後ろから2番目の席とかなんで、後ろから乗ります。エアバスの A321 のネオになります。かなり胴体が長いですね。機内入りました。今回38列目の F 窓側になります。シート配置はね33ということで、もうピッチは狭いですね。まあ、LCC だから当たり前なんですけどもね。というわけで座席着きました。なんとかね上荷物収納できました。で、こう安全のしおり A321 ネオと書いてますね。ほぼ満席なんじゃないかな、うん、まあ確実に隣人来るでしょうね。あとは機内紙も入ってます。ウィズエアで、まあ僕よく LCC ね結構乗りますけども、よく使うのはやっぱアジア系の LCC ばっかりなんで、ヨーロッパ系の LCC よりかはアジア系の LCC の方がやっぱいろいろ優しいですよね。うん、その空港でチェックインするのに手数料とかも取られないし、まあでも LCC が発展してるのはヨーロッパですよね。いやいや、これもまさかのあれですね、3席独占できたパターンです。はい、もう多分乗ってくる人いないと思うんで、やった、来た、よし、これだったらもう余裕すぎる。うん、まあ、正直足元はね、まあ、こんな感じで、まあ、足は組める程度の広さはあるんですけども、もちろんそんなに広くないです。ただ3席独占になると体をね斜めにさせることもできるし、なんならもうこの3つ使ってね横になることもできますからね。来たー、これで5時間だったら余裕です。はい、よかった、2000円出して座席指定してね、たった2000円で3席独占できるんだったらね、5時間ですから全然ありですよ。やっぱ後ろの席の方が最後にアサインされるのかな。今回あえてね後ろの席選んだんですけど、正解でしたね。I'm joined on the flight deck by Senior First Officer Adam Cable. In charge of the cabin is Joanna, Pauline, Columbo, Caitlin and Bertie are here for your safety and will shortly be giving you a safety briefing. It only takes a few minutes. Please give the cabin crew your full attention. I'm flying us to a man taking off the southwesterly runway here at London Luton Airborne with a left turn towards Stansted Airport, crossing the English Channel, climbing up then to 33,000 feet initial cruise, and I'll come back then with further route details and the expected weather. We're also... 帝国通りですね。13時55分、プッシュバック開始です。イージージェットとウィズエアばっかりですね。ライアンエアとかもね、もちろん就航してますが、まあ、ロンドン、他にもね、空港いっぱいありますからね。
まあ、日本から直行便で行くことができるのはロンドンヒースローですね。 JAL も ANA もブリティッシュも全てヒースロー空港からです。ガトウィック空港とかも有名ですよね。ロンドンルートン空港を離陸してヨルダンのアンマン空港に向かいます。到着するともう夜の10時過ぎですね。してベルトサインも消えたんですが、通路側ね座ってもいいって聞かれたんで優しいからいいよって譲ってあげました。ただしもう真ん中の席はもうこれ僕のもんなんでね、うん、もらいますけど、うん、まあやっぱりねこっちの方って結構体格いい方多いじゃないですか、日本よりも。ってなるとね LCC とか結構きついんじゃないかなって思いますよ、ぶっちゃけた話ね。まあそんな感じで5時間ですね、乗っていきます。離陸してね、だいたい2時間ぐらい経ちました。ずっと映画見てるんであっという間なんですが、夕焼けめっちゃ綺麗ですね。なかなかここまで綺麗な夕焼け見れないですけど、でもこれ開けてるとめっちゃ眩しいんで全員閉めてますね、せっかく綺麗なのに。まもなく日が沈みます。販売やってますね。いやあれからですねだいぶ時間経ったんですが、映画2本見終わりまして、もう間もなくですね着陸します。あっという間でしたね。2時間とか2本見るとまあ大体5時間弱になるじゃないですか。あっという間に感じました。もうね今の時間で、時差がね3時間あります、イギリスとヨルダン。こっちの時間がもう夜の10時ですね。イギリスの時間は夜7時ということで、まあ、着いたら晩ご飯食べようかなといったような感じです。というわけで間もなくねヨルダンのアンマン空港に着陸します。アンマン空港ね、アンマン食べたい季節ですね、そろそろね。ヨルダンはほとんどが砂漠ですから、街明かりとかってまだあんまり見えないですね。というわけで間もなくアンマン国際空港に着陸します。奥の方かなり街の明かりというのが綺麗ですね。手前はご覧の通り真っ暗というか、別にあの海ってわけじゃないですからね。これアンマン空港24時間運行してる空港なんで夜中の発着便もあります。今乗ってきたこのウィズエアもね多分深夜出発してねまたロンドンに戻るんでしょうね。まあ、5時間ってなかなかの距離でした。 LCC は特にイベントとかがないんで、まあ、ずーっとねひたすら映画見るだけって感じでしたね。もちろんこのアンマン空港に日本からの直行便はありません。
まあ、日本から行くんだったらそれこそカタールとかね、エティハド・エミレーツで中東乗り継ぎが一般的なのかな。今日のパイロットめっちゃうまいかもしれない。全然衝撃がなかったな。いやー着いた。5時間。このままターミナルに向かいます。Ladies and gentlemen, welcome to Amman Airport. So please remind you that with your seatbelt securely fastened and to the rear of this car, the complete stop on its final parking position and the fastened seatbelt sign has been switched off for you. というわけでスポットに到着しました。おお、消えの早。では順番に降機していきます。はい、というわけでボーディングブリッジがありそうに見えてお気止めでした。まあ節約っすね、こういったところが。ではこのまま行きましょう。28度なんでね、やっぱ暑いな。でも蒸し暑いとかではない。うん、ちょっと風も吹いてて心地いい感じです。ターミナルの中に入りましたけども、まあ、いかにも中東の空港って感じですね。はい、なんか無駄にでかいというか、お金あるんだなっていう感じがプンプンします。ではこのまま入国なんだけど、アライバルビザの手続きはいらないのかな。さっきも言いましたけど、ヨルダンってね本当はビザいるんだけど、日本人は短期滞在30日以内の滞在だったら、まあそのお金払ってビザとかっていうのはいらなくて無料で入ることができるんですよね。まあ先代の日本人に感謝しつつ行きましょう。いや本当ね、この当たり前のように無料無料言うてますけど、これって本当すごいことですからね。うん、なかなかね、あんまビザの心配とかする必要がない国っていうのは、まあ、日本とかシンガポールぐらいですから。まあ、他にもね、韓国とかもパスポート強いですけども、特にやっぱシンガポールと日本っていうのは強いんでね、いいっすよ。というわけでヨルダン入国しました。聞かれたことはね、どこのホテルに滞在するのかっていうのと、あと何日滞在するのかっていうぐらいでしたね。あと初めて来たみたいな感じで言われて、うん、まあ、最後はウェルカムということで終わりました。本当いいね、日本のパスポート最高だわ。はい、ということで、まあこのね、日本のパスポート最高だわとかって言えるのはね、やっぱ海外旅行してないとね、なかなか実感湧かないと思うんですけども、いざ海外旅行してちょっとこういうマイナーな国とかに来るとね、まあ、その都度思わされますね。はい、ということで、SIM カードも買いました。SIM カード10日間で無制限2000円かな。もう 1JOD、ここ JOD なんだけど、通貨が。200円もすんだね。190ぐらいだと思ってたんだけど、びっくりするわ。もう円安進みすぎということでね、その点ではちょっと日本、お、円頑張れと思いますね。はい、まあ、ということで、今回ね、ロンドンからヨルダンまで来ましたけども、まあ、ヨルダンで3日間滞在する予定です。まあ、もう行く場所は決まってて、ペトラ遺跡の方にね、行こうと思ってるんですよね。もうヨルダンといえばもうペトラ遺跡ですよね、逆に。うん。はい、行こうと思ってて、まあ、明日の朝からね、また移動していこうかなというふうに考えております。はい、ということでですね、まあ、今回は、WizzAir LCC で片道2万円で、まあ、超快適にね、ロンドンからアンマンまでやってきたという動画でした。まあ、非常に快適で良かったです。まあ、あっという間5時間だったんでね、映画2本見てると着いたって感じになります。はい、ということで、まあ、ヨルダンね、まあ、物価はそんなにね、中東イスラエルとかと比べると安いはずなんで、楽しんでいこうかなというふうに思っているところです。今回この辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。